佐々木はじめ重郎は、日本の政治家、宮城県名取市長、名取市議会議員を歴任した、宮城県仙台市出身。1972年12月、東北工業大学建築家中退。1976年10月1日、有限会社、佐々木酒造店に入社。 1992年2月1日から2000年1月まで、名取市議会議員を2期務めた。1998年3月、有限会社、佐々木酒造店の代表取締役に就任。2000年の名取市長選挙に出馬するも落選。同年12月1日、ゆり上げ若葉幼稚園の園長に就任。2004年の同市長選挙に再挑戦し初当選。 2008年6月の選挙で2期目の当選。2011年10月11日、名取市議会は佐々木に対する辞職勧告決議を可決した。市が同年5月に採用した情報システム専門官に対し市長が公募前に採用試験の論文テーマを伝えたことが発端となり、問題は辞職勧告にまで発展した。佐々木は復興途上で辞めるわけにはいかないと述べ、 決議に従わなかった。2012年7月の選挙で3期目の当選。広報の市長コラム、イキアン2014年12月1日号で、真珠湾攻撃陰謀説を改陳していたが、この内容は、青山茂春のファンブログからの孫引きだったことが、発覚。当初、ネットでは当たり前に閲覧できますが、日本のマスコミには乗りませんと占めていたが、謝罪。 削除に追い込まれた。2016年7月の選挙で4選を目指すも山田志郎に敗れる。2020年朝日小受賞受賞。ありがとうございます。